持ち運びができるスイッチのドック、商品紹介。どうも、プニとね、アンマンでございます。今ね、チーさんに紹介してもらう商材をね、箱から出しているところでございます。ね、購入した商品、今回はね、こちらでございます。ね、アンマンちゃんも手伝っていただいてね、開封がはかどっておりますが、アマンちゃんありがとうございます。それではね、スタジオのね、チーさんに戻しますか。ね。はい、どうも、チーさんでございまーす。お元気ですか？ね。チーさんもね、元気でございます。今回ね、全国の奥様からね、多くの手紙をいただきました。ね。子供部屋とね、リビングでね、スイッチの画面をね、映したいと。でもね、ドックをね、持ち運ぶのはね、大変だと。そこで購入したのがこちらでございます。スイッチのドックでございますね。購入価格に2980円。現在ね、少し値上がりしているみたいですね。概要欄にリンクは貼っときますね。こちらの商品ね、できることは、任天堂の標準のドックと一緒です。コントローラーも付けられるし、まあ、充電もできると。そういう感じでございます。というわけで、開けてみましょう。結構ね、届いてびっくりしてるんですよ。ちっちゃっと思って。これ本当に大丈夫なのっていう。疑問がね、今湧いております。さあ、こちらでございます。質感はね、まあまあいいかな。全部プラスチックでございます。で、こちら、USB ポート。ね。HDMI Type-C ですね。USB がね、左右についてるのはいいですよね。コントローラー、左右につけられるっていうのは。まあでも、有線のコントローラー使ってる人はあまりいないかな。で、問題がありまして、私保護ガラス、保護シートっていうかね、保護してる、画面保護してるものがガラスなんですけど、ちょっと分厚いやつ使ってるんですよ。そうすると、ここにね、干渉する。で、どうすればいいかっていうと、この、透明のやつをね、手前にクイッと引っ張ればね、問題なく入りました。まあ、おかげでガッチリハマってるんでね、壊れなさそうですけど。で、このすごいところは、一般の USB 充電器が使えるんですよ。任天堂スイッチに標準でついてくるドックだと、任天堂の AC アダプターを挿してくれってね、スイッチの方にメッセージが出るんですよね。で、それがね、あるんで、いちいちコンセント、AC アダプターをね、コンセントを抜いて AC アダプターも持っていかなきゃいけないし、でかいドックも持ち歩かなきゃいけないっていう状態がね、めんどくさかった。でもこれだったらね、こうやってほら、充電できてるんですよ。これ良くないですか？旅行先でさ、テレビに映すことも可能なんですよ。で、モバイルバッテリーからもこうやって給電できる感じになるんで、まあ、車の中でやるとかね。そういう時にもね、この商品は便利なんじゃないかなって思いますよね。で、背面はね、USB 3.0 のコネクタがついていますんで、まあいろいろ、まあこのスイッチにね、ドライバーが入っているものなら使えるんでしょうね。で、このボタンが何だと。何も変わんねえぞと。ね、説明しようもない、ね、人はこうなるんですよ。ダメだなぁと。おかしいなぁって思ってます。不良品かなぁなんてね、
失礼なことを言っておりますが、壊れてないですからね。ちゃんと説明書を読みましょうね。まあ本当にね、軽いんですよ。軽くて持ち運びが簡単なんで、旅行先や、まあ学校に持ってってね、スタンドとして使うことも可能です。充電しながらさ、できるんで。これを立ててやろうとするとさ、USB-C のコネクタが下でしょ？だから充電しながらって難しいんだよね。だからこういうドックがあると嬉しいよね。で、あのボタンの秘密がね、書いてありました。ちゃんとね。こちらでございます。テレビに繋いだ時に表示を切り替えるためのスイッチらしいです。というわけで、テレビに繋いでみました。そうするとね、青いランプがついて、でこれを押すと、テレビから、スイッチ本体側の画面に切り替わると。これ便利じゃないですか？任天堂スイッチのね、ドックじゃできないですからね。で、アンマンちゃんがまた出てきましたけどね。これ押すとほら、テレビに映ると。で、これがね、テレビモード、テーブルトップモードっていう切り替えのスイッチらしいです。だからタッチペン使うようなやつでさ、やる場合にはこのテーブルトップモードでタッチペン使ってやるとかね。すぐ切り替えられるのがいいよね。で、つながるケーブルの種類はこんな感じですね。タイプ C は、充電ですね。電源供給用の、USB のポートになってます。いや、結構ね、いいと思いますよ。でね、気づかなかったんですけど、4段階角度調整可能ということでね、角度調整もできるようになってます。これはね、本当についてるか後で見てみたらね、ちゃんとついてました。というわけで、この商品いかがでしょうか？奥様方。買いですよ。今が買いですよ。これでね、コンパクトなんで、持ち運びも簡単なんじゃないかなと思います。それでは、バイバイ。というわけでね、ご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメント、評価いただければ嬉しく思います。こういうね、サードパーティーの商品はいいですよね。また使ってみてね、感想など、またお伝えできたらいいなと思っております。それでは、バイバイ。